我が名はアポリオン、ブラックストーンのウォーロード。その年、指揮官の一人であるホールデンクロスを裏切り者の討伐に派遣した。そこに一人のウォーデンが立ちふさがった。この者は抜きんでている。全ては使える主を誤ったことから始まった。ハービス同盟、壁を守れ。その日ブラックストーンリージョンと出会った。それとホールデンクロスに出てこい。同盟に、こんなことをする必要はない。敵を壁に近づけるな。閣下。破壊しろ。さあ、破壊しろ。私はウォーデンだ。やるべき仕事もあった。行かなければ。ブラックストーンが東の壁に現れた。戦争において重要な要素の大半は壁だ。門、奥、応援が来ていた。壁を守らねばならなかった。
要塞を守るぞ。行け。石器はまだ撃てる。私を守れ。あの破城槌が戦いを終わらせた。
兵士たちが死ぬ必要はない。お前に機械をやろう。さあ来い。お前と戦えと？何が機械だ。一方的な処刑ではないか。では私の代理と。おい、お前が私の代理だ。ではやろう。もしも拒否すれば虐殺が起こっただろう。彼次第だった。ブラックストーンリージョンの騎士が名もなき一介の傭兵に敗れるなどありえんことだ。ひざまずけ。勇猛に戦い、誇りを持って尽くせ。ホールデンクロスがお前を見出そう。立て、ブラックストーンリージョンの騎士よ。すべきことは終わった。行くぞ。こうして私はブラックストーンリージョンに加わった。